すごい立派な寮。というよりシェアハウスですね。東京に拠点を移してからメンバーみんな州の大半はここで生活してるんだよ。それより、あ、マネージャー、こっちですわ。どうしたんだスズ、事件って一体何が。ほらほらマネージャー、見て見て、ダンボールの中。え、猫。近くに捨てられていたのをメイちゃんが保護したんだそうです。だってすごく可愛くって、かわいそうだったんだもん。猫を保護、まさかそれが事件の正体なんだ。よかった。よくありませんよ。私、捨て猫を拾ったことなんてありませんもの。どうしてあげたらいいんですの。大丈夫ですよすずちゃん、今いろいろ調べているところですから。あれ、そういえば一緒にいる女の人誰。あ、自己紹介遅くなりました。本日付で星見プロに入社しました、橋本さとみです。そうでしたのね、なら私もご挨拶しませんと。私は鳴宮すず、あの永瀬真奈様に続く第二の星降る奇跡と名高いアイドルですわ。いや、その肩書きいつの間に受け継いで。もちろん知ってます。富豪のご令嬢でありながらトップアイドルを目指す月下最年少アイドル。つかみどころのない素振りが評判の天真爛漫アイドル早坂芽衣ちゃんに、ちさちゃんのお姉さんであり月下のまとめ役でもあるしっかり者アイドル白石咲ちゃんですよね。ずいぶん勉強熱心ですわね。橋本さんの場合半分は趣味なんだそうだ。つまりしずくちゃんと同志ということですね。そうなんだ、よろしくね橋本さん。はい。そういえば他のお二人はどちらでしょう。琴乃ちゃんと渚ちゃんなら買い物に行ってもらっています。猫ちゃんのご飯とかタオルとかだよ。咲ちゃんが必要なもの調べてくれたの。そうだったのか、頼りになるな。ありがとう咲。いえ、そういうことは得意ですから。それにしても無責任な飼い主がいるんですね、許せません。せっかくこんなに可愛いのにね。確か猫は目が合った相手を親と認識するんですわよね。それは鳥じゃないかしら。みんな猫のご飯買って。マネージャーお疲れ様です。来てたんですね。すずちゃんすっごく焦って電話してたもんね。飛んできてくれたんですね。すごい本物の永瀬琴乃ちゃん。え、あのこちらの方は。今日から入社の橋本さとみさん、新しいマネージャーだよ。そうだったんですね。はじめまして永瀬琴乃です。私は伊吹渚です。よろしくお願いします橋本さん。あ、はい、もちろんです。どうした橋本さん、さっきまでの前のめりな感じが薄いけど。すみません改めて対面すると、なんというか、やっぱり伝説のアイドルの妹さんって思うとオーラが違うなと。お姉ちゃん、永瀬真奈のことですよね。あ、ごめんなさい私無神経でしたよね。永瀬真奈、琴乃の姉にして伝説を残したアイドル。真奈は3年前不慮の事故で帰らぬ人となった。いいえ、気にしないでください。私が永瀬真奈の妹なのは事実ですから。でもだからこそ私は私にしかなれないアイドルになるつもりでいます。姉の果たせなかったグランプリ優勝を果たした時になんとなくバトンを託された気がするから、そのバトンとともに駆け抜けるつもりです。サポートよろしくお願いします橋本さん。はい、もちろんです琴乃、本当
当に強くなったな。見てるか、マナ。カトナちゃんのことなら何でも私に聞いてくださいね。中学生からの付き合いですから。一応好きな食べ物とか好きな洋服、苦手なこととか全部わかってますので。いぶきさん、琴乃ちゃんの無二の親友であり、あふれんばかりの優しさでファンとツキストを包み込む渚ちゃん、わかりましたよ。根掘り葉掘り聞かせてください。お二人はやっぱり仲良しなんですね。眼福眼福。もうで、そんなことより、あ、そうだった、大事なこと忘れてた。どうしたらいいんだろう、この猫ちゃん。動物愛護団体が里親探しを手伝ってくれるそうです。他にも迷子届が出ていないか確認もしないと。さすが先ですわ、頼りになりますわね。それか、ねえマネージャー、この子ここで飼っちゃダメなの？